さてさて、日本海、要するに大和大の人、近海について言わなあかんね。あれはま、地球とは関係ないね。あんな降ってきたお菓子、まん丸い金塊やから。まあ、隕石。金だけの石。でね、まあ、実はその、父と母の受精による天和受精卵が今の地球やね。ところが、刺さってるものがある。父の精子、というかその袋だったり、まあ、便中だったもの。が、残ってるわけ。それがラピスラズリやねん。どこに刺さってるかって、ペルシャ、つまり、イラン、イスラム、教区に刺さってんの。ラピスラズリ、ルリな。青い顔料に使われるルリ。あれのぶっとい柱が、まあ、ペルシャに突き刺さってるわけ。場所は、どうやら、まあ、多分、ベルゼブルスとか、まあ、ペルシャ文明の重要拠点の、一本だけズドーンと刺さってんの。それが、うちの父が使ってた、精子袋。なんですね。便中みたいな形だね。便中やなくないですか、精子袋って。で、卵子はバクテリアで、ね、何回も言ってるやろ。で、まあ、精子袋から出てきた父の精子が、母の卵子。まあ、その母もうちやったから、うちになるわけ。その卵子がうちやなかったらうちになれへんからね。それが卵子システム。その卵子もそう。で、結局、そのシステムってことね。で、結局、それ女だけの秘密やってるの。実は、性教育する、まあ、まあ、科目何かな。で、女子のクラスだけ習うケースがあるで。私立やったら、ね、私学やったら。女子だけの秘密として、これ絶対男子に言っちゃダメ。まあ、最後の日、アマテラスが言うから。というような説明は、大手門では女子だけにされてるはず。ね、まあ、男子も結構知ってたけど、そういう会、家柄が多いから。男子でも女子の男子が知ってる子はおったから。だからまあ、死ぬ。まあ、アマテラスが言うまで待て。小学校時代みんなそういう密約を交わしたわけ。うちが待ってるんだけどね。で、じゃあ、近海、丸いも降ってきるの変やろ、あんなもん。なんうちの、この受精の壊そうとしてなんか降ってきたら、フラチなやつだよ。だけどまあ、いらんやん、そんなもんな。地球死んじゃうやん、そんなもん。な。中は、鉄の塊だけど、そんなもん。女の血ってことな。そこの金なんかいらんやん、そんな塊、近海に。出ていったら今。地球にあったらあかんの。地球で使うのよ。山本さんの、その、巨大な金塊。そのことを徳川埋蔵金って徳川さんはギャグに言ってた。あ、単なるギャグ。あれ掘り出せたらなって、幕末思ったの。どうやってちょっとピョーンと飛び散っただけでしょ、佐渡に。ちょっと飛び散って、佐渡に。どんだけあるかから、佐渡でもものすごいって言われてるのよ。まあ、ミシミシってなったんちゃう。だから金脈側の縁あるはずやけど、そんな掘り出さんといてな。地球で使わんといてな。地球の外で使って。宇宙進出して、宇宙でだけ使って。次に持ち込まんといて、そんなもん。で、約束してください。じゃあ、そのラピスラズリが、うちの父の使ってたベンチ袋。ね。あ、精子袋。で、それが、きっとこの後の時代っていうかもう、速攻かもしれんけど、なんか、うちが言ってたことの証拠を示すはずですよ。ね。それが、アメニシとの、約束の、第1番、第2番、そのぐらい最初の方。